んにちは、エルバスファームです。今日は株式会社ワレルさんから出ている植物育成 LED ライト、こちらのつくよみ LED20W をご紹介したいと思います。これまでいくつか LED をご紹介してきましたが、最近特に気に入って使っているつくよみのご紹介を失念しておりました。スペックやアマテラスなど他のライトとの比較などは他の動画で何度かご紹介してきましたので、今回はスペックの比較などは簡単なご説明にさせていただき、今日は他のライトと比べてなぜ僕がつくよみを気に入って使っているのかにフォーカスしてお話しさせていただきたいと思います。では早速見ていきましょう。ではまずはつくよみがどんなライトなのか簡単にご紹介します。先ほどもお伝えしたように、つくよみは植物育成ライトの専門店である株式会社ワレルさんから出ている植物育成 LED ライトになります。株式会社ワレルさんといえば、今最も注目を浴びている植物育成 LED ライトのこのアマテラスを販売しているメーカーです。ツクヨミはそのアマテラスの姉妹機種として新たにリリースされたモデルになります。細かなスペック比較はこの後ご紹介しますが、アマテラスとの大きな違いはまずライト自体の色の違いです。アマテラスがブラックボディなのに対し、ツクヨミはホワイトボディが採用されています。その他の作り、サイズ、価格まで同じです。またアマテラスは反射板を外して照射角度を変えられる仕組みになっていますが、ツクヨミも同じように反射板の取り外しが可能になっています。スペックの違いは色温度、照度、PPFT、寿命が異なります。基本的にはアマテラスよりも若干性能が上がっています。そのせいか寿命は1万時間短くなってしまっています。またツクヨミの波長は公表されていませんが、アマテラスよりも赤色の波長が出るように設計されているようです。正直そこまで大きな変化はないので、ブラックボディ、ホワイトボディ、どちらが家のインテリアに馴染むかでどちらを購入するか判断されている方が多い印象です。ただ僕もブラックボディが最初は好みだったのでアマテラスで統一していましたが、最近はツクヨミがよく思い始め、ライトを追加するときはツクヨミを買うようにしています。その理由については後ほど僕が最近つくよみを気に入って使っている理由でお話しします。この後他のライトとのスペックの比較をお話ししますが、これまでの動画とほぼ内容が同じになりますので、もう見たという方はスキップしてください。では続いて簡単に他のライトとのスペックを比較したいと思います。現在僕が主に使用している植物育成 LED ライトはこのつくよみの他に、先ほどご紹介したアマテラス、そして春デザインさんから出ているこちらのハス38スペック9とライトスタッフ VA、 そしてモーセンさんから出ているこちらのLED ライトになります。それぞれのスペックをまとめた表がこちらになります。この中で性能が一番高いのはスペックだけを見れば前回ご紹介した AS38 スペック9かなと思います。 PPFT 値が高く、加えて寿命も長い上に価格もアマテラスとツクヨミの半分程度です。ハスのデザインはアマテラスとほぼ同じなのでデザイン性も高いです。PPFD とは可視光スペクトルにおいて1秒あたり1平方メートルの対象範囲に注ぐ光子の数を表す値のことです。簡単に言えば植物が感じる明るさの単位になります。植物ごとに最適な PPFD は異なりますが、一般的に多肉植物で500以上は必要と言われていて、観葉植物で10以上500程度と言われています。そのため PPFD に関してはハス38スペック9はちょっと高すぎるので、観葉植物などに使用する場合はちょっとハイスペックすぎるかなという感じがします。観葉植物などにはこちらのモーセン LED くらいがちょうどいいかなと思っています。強い光を好む多肉植物を LED で育てる場合はツクヨミ、アマテラス、ハス38あたりがおすすめになります。
では続いて僕が最近月読みを気に入って使っている理由についてお話しします。性能面を見れば先ほどもお伝えしたようにカスを選べば問題なさそうですが、僕が月読みを気に入っている理由はズバリ植物の見え方です。月読みは自然光に近い光で、個人的に植物が一番美しく見えると感じています。栽培重視で考えていらっしゃる方からすれば見え方なんて気にならないと言われてしまうかもしれませんが、僕は室内に置く以上やはり見え方も重視したいなと思っています。月読みの色温度は約4000から5000程度で暖色系の色をしています。とても柔らかい色合いになっています。平均炎色評価数はハスの方が高いですが、個人的には月読みやアマテラスの方が見え方は綺麗かなと思っています。口で言っても分かりづらいと思いますので、実際に写真で見比べてみたいと思います。いかがでしょうか。色温度の差は個人の好みになると思いますが、ハスはちょっと明るすぎるせいか白飛びしてしまいます。一方月読みは柔らかい光で、実際に見た感じも、そして写真などで植物を写した場合もとても綺麗に見えます。性能面に関してもハスと比べれば低く見えるかもしれませんが、月読みも十分な性能があり、植物の育成を考えられたいいライトだと思います。実際に僕が月読みで育てている植物はどれも生き生き育っています。ネックはやはり価格ですが、植物の成長とともに見え方も意識したいという方にはとてもおすすめできるライトです。今回は植物育成 LED ライト月読み LED20W をご紹介しました。植物の育成はもちろんのこと、インテリア性や植物の見え方まで考えられた素晴らしいライトだと思います。気になる方はぜひご自身でもチェックしてみてください。月読み以外の他のライトも別の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方は合わせてご覧いただけると嬉しいです。再生リストを概要欄に載せておきます。では今回は以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。